ちょっとね、これね、足取れそうでめっちゃ不安なので。皆さん、おはりんじゃー。手芸のロマンを探索する手芸所、サリーです。今回は、こちらのアシェットさんのピーターラビットの世界イングリッシュガーデン&ハウス52号と53号を作っていきます。これまでのピーターラビットの世界イングリッシュガーデン&ハウスの動画は概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。サリーのチャンネルではアシェットさんやデアゴスティーニさんの手芸の習慣パートワークものを中心に制作しています。興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速今回の52号と53号作っていきましょう。頑張っていきまーしょい。はい、じゃあまずは52号のトレーとドレッサーを作っていきたいと思います。で、パーツはトレイを作る用の、ちょっとね、ずっしりしてるから、これ金属なのかなっていう感じの重さがあります。こっちの枠の方がリムで、こっちがプレート、で、ドレッサーの足と、天板、スタンド、棚板、底板、これが前板、で、これがフレームと鏡。それから、取っ手が、こっちに1個と、こっちに1個。で、合計2つと、こっちの方にピンが2本入ってるので、材料は全部ありました。じゃあ、まずは簡単そうなトレイの方から作っていきたいと思います。じゃあ、まずこれを、ニッパーを使って、この部分、切り外していきたいんですけど、入らない。ニッパー入らないんだけど。こう、指で少しやってから。いや、でもこれ入らないよ。ピーターラビットについてきたニッパーなんだけど。手でいこう。手で折った方が綺麗かも。ちゃんと折れる。こっちがね、曲がらないかちょっと心配。細いから、ちょっと曲がらないように気をつけつつ。よいしょ。って言っても手でやると曲がっちゃいそうだな。無理だよ。ニッパーこれ無理だよ。これ以上細いの持ってないしな。これ金属っぽいからこっちだと負けちゃうのかな、刃が。よいしょ。あ、でも、いけないこともなさそう。そうでもないかな。こっちは外れたけど、他は外れない。どうするべき？あ、回った。これでねじ切れる。ねじ切れた。ので、余分なところは、余分な部分を、カットして、よし！なんとか切り外せました。ちょっと大変だった。そしたら、このリムの方、枠の方に、多用途接着剤を片面塗ってあげて、で、これをプレートの方に、よいしょ。貼ってあげれば、よし！ちょっと意外と大変だった。トレイが完成です。よし、じゃあ次、ドレッサー行きましょう。はい、じゃあ次は、こっちの材料でドレッサーを作っていきたいと思います。で、ドレッサーは、木工用ボンドを基本使っていくのかな？なので、さっき出したデコプリじゃなくて、また新しく、木工用ボンド出してあげて、まずは前回の角テーブルの時みたいに、天板と底板をくっつけていきたいと思います。この
の底板自体に表裏はなさそうなので、まずこれにボンドを全体的に塗ってあげて、ボンドが塗れたらこっちの出っ張りが大きい方、こっちがこっちの天板の方のこのボコってなってる部分に合うように、でここの四隅をお互い合わせるような形でこう持ってこんな感じで貼ってあげます。なので、あ、待って、合ってるか、びっくりした、間違えたかと思った。この四隅を隠すように合わせるようにこんな感じ、少し底板の部分が出っ張っちゃうのかな、こんな感じでやってあげます。そしたら次はこの天板と底板のこの隙間の部分、この今ボンドが白く見えてるところ、この部分にちょっともうちょっとサリーはムラがあったので、もう一回ボンド塗ってあげて、この部分にこのスタンドをこの向きで刺してあげます。なんか面白い形、いやでもなんかちょっとグラグラするので、どうしよう、こっちにも一応塗っとこうかな、塗ってよいしょ、ここにつけてあげる。その次はこの棚板、この棚板をこのね2つある出っ張りのこのね厚みの部分、すごい細いんだけど、この厚みの部分に今度はボンドを塗って、これを今つけたこのスタンドのこの隙間に入るように、わっこれ絶対さ、先にこっちを入れてからこれここくっつけた方がいいと思う。よいしょ、こんな感じで、ここまで来たらこれを、ちょっと一回ねここで固まってくれないと厳しいかも。ちょっとこれでね一回外れないように、めっちゃ取れるこれめっちゃ取れすぎるので、よいしょ、絶対これマステ必須だと思う。今こんな形になってます。合ってるはずなんだよな、大丈夫だよなちょっと不安になる。そしたらこの反対側、こっちに前板をくっつけていきます。で前板はこの向きか、このスタンドが上になってる形、こういう風に見た時にこういう向き、この横の線が下に来るような形で、これもボンドで留めていってあげます。これで持ってた方がやりやすいかな。よし、ここもしっかりとボンドをつけてあげて、で向きを間違えないように、よいしょ、貼ってあげます。そしたら次はこの4本の足を切って、これをこっちのへこみの部分にくっつけてあげます。これは特にやすらなくてもなんかいけそうな気がするんだけど、いけるかな、あ、なんか大丈夫そう、さりこのままいっちゃおう。あー、これちょっと出っ張ってるな、こういう風に見えるかな、ちょっと出っ張ってる子はやすりでやすってあげるか、なんかこれで取っちゃっても良さそう。出っ張らなきゃ多分くっつくので出っ張ってる子は削るかニッパーでえぐってあげれば大丈夫だと思います。よし、じゃこの子もへこみのところに、よいしょ、よし、こんな感じで足をつけてあげます。ちょっとねこれね足取れそうでめっちゃ不安なので、ここも止めようかな。よし、じゃあこんな感じで
なんか足の向きちょっとバラバラちょっとバラバラな感じがするんだけど大丈夫かな心配。よし、じゃあここまで来たら次鏡かな。違う、その前に取っ手かな。あ、鏡が先だ。鏡が先なので、この鏡をこの中に入れてあげます。なのでまずはこの鏡のここに貼られてるシートをめくってあげて、でこっちのフレーム、この片方だけ少し狭くなっているので、この部分にボンドを、この部分にボンドをとと塗ってあげて、なんか縁についちゃうな。ここのさ、出っ張ってるところだけに塗りたいんだけど、なんかここの横にもついちゃうね。まあまあいいでしょう。よし、じゃあこんな感じで塗れたら、鏡をセットしてあげて、よいしょ、 OK かな。そしたら鏡をここにつけてあげます。でここに両方とも穴が開いてるので見えるかな。ここを通すようにこのピン、このピンを差し込んでいきます。お、いったかな。あ、鏡の方に入ってない感じがする。鏡の方の穴めっちゃ難しいし、これめっちゃ指紋つくちょっと一回さ、フィルム取るの後ででもよかったかも。よいしょ、こんな感じで指紋がねつかないように少しカバーしてあげて、これを、足取れそう、全然入る気がしない。うーん、難しいな。結構今回穴がちっちゃいので、これ入れるのすごい一苦労です。あ、入った、よいしょ、入った、いけた。そしたらこれがね出てきちゃわないようにデコプリでここを塞いであげます。よし、こんな感じ見えるかな、こんな感じ。じゃあ反対側も同じようにピンを入れて止めてあげます。あ、ほぼほぼ一発で入った。よし、いやー、なんか2回目うまくなったな。でもここの足が握っちゃってやばいことになってる。いや、これ足絶対最後の方がいい。よしいや、これを見てる方、まだ作ってない方いらっしゃったら、足は最後にしましょうこれ絶対やりづらい。よし、はい、そしたら最後取っ手をつけて完成になります。でこの取っ手も同じくデコプリをつけて中に入れる。よし、先っちょに、あ、やばい、倒れちゃったデコプリつけて、でこの中に沈める。よし、はい、じゃあこんな感じで今回のドレッサーとあとトレー完成です。よし、じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ53号の内容がベース板と防水瓶の組み立てということで、今回ね、前回作ったのよりちょっとね難しそうな防水瓶と、あとベースになるこの板の部分を作っていくみたいです。で内容がこのベース板の53号だからかな、53って書いてあるものと、底桁の AADH がそれぞれ1本ずつと、あとはちょっとね細かいのでこのまま紹介させていただきます。まずリボンが1
本で蓋になるこの半透明のビーズがこれ2つ、それから袴って書いてあるこのちょっとブルーっぽいちょっと大きめのビーズが1つ、それから袴その2 袴その2、これ長細いビーズが2つとこの長細いシルバーの瓶、この黒とシルバーの丸っこい瓶になるビーズで、あとは丸っこいビーズがそれぞれ1つずつ入ってて、あと準備するものとして51号の時に入ってたこのゴールドのビーズ、蓋になるビーズの部分を使っていきます。よし、そしたら多分今回香水瓶の方が難しそうな気がするので、ちゃちゃっとこのベース板の部分を組み立てて細々とした香水瓶作っていきたいと思います。よし、そしたらこのベース板をこの向き上ちょっと映りきらないな、よいしょ、あ、これがマックスだ。この上の部分と横右側にこのボコボコが来るように置いてあげて、でこの底板の A を上、 D を右側ということは H を左側に置いてあげて、でそれぞれのこのボコってなっている凸の部分、これをここに合わせるようにボンドを塗って穴に入れていきたいと思います。今こういう風に抜けてるところはボンド塗ってもしょうがないので、今はまるところに対応するところだけボンドを塗ってあげて、よいしょよいしょ、なんかちょっと浮いてる、あ、大丈夫だ、こんな感じでしっかりはめていきましょう。じゃあ D と H も同じようにやっていきます。よし、はい、じゃあこんな感じでしっかりはまりました。でこれ意外と表裏があるみたいで、ぴっちりこうやってはまらなかった場合はちょっと上下を返してあげると綺麗にはまるようになるので、ね、無理やり入れないようにした方がいいかなと思います。あ、ちょっと待って、これさ、ここに微妙に H とか書かれてるんだけど、こっちが表みたいなので、これ今せっかく入れたんだけどちょっと一回取って、これを裏からこうやって入れないといけなかったみたい。なんてこった、ミスった。よし、おお、びっくりした、大丈夫かな、よし、こんな感じでこのアルファベットが書いてある方に木をやるんじゃなくて、逆側からこうやって木をよいしょ入れてあげるようによいしょ、こんな感じでね、しっかり入れてください。間違えちゃったはい、じゃあここまで終わったら、おっとっとっと、はい、じゃあここまで終わったら次香水瓶いきたいと思います。はい、じゃあそれでは今回もめちゃめちゃ細かい香水瓶作りやっていきたいと思います。じゃあまずは簡単なのからいこうかな。まずはこのシルバーのここにね、太陽みたいなお花みたいなマークが書かれているこのビーズの上に、前回のこのゴールドのビーズをデコプリにつけてあげて、でこの上によいしょ、ちょんと乗せてあげて、でこれで1個目の香水瓶完成です。よし、この子は簡単なんだよ。で次の子もそこまで
難しくなさそうだった。次の子はこの子、この黒とシルバーのビーズの上にこのブルーのちょっと大きめのビーズをでこぶりつけて乗せてあげる。おとととととと、とこれね細かすぎてね真ん中に乗せるのがちょっと難しい。よし、じゃあこれで乗せられたらまた前回取り置きのゴールドのビーズをデコプリにつけて、これも真ん中に、なんか積み木してるみたい、ビーズで積み木してるみたい。おっとっとっと、これさあ全部ちょっと穴のところだからめっちゃ難しいんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って、取れちゃった。ちょっと一回置こう、置いてつけて、いやーつけすぎた、乗せて難しい、二刀流でいこう、押さえて乗せて、でこの子も難しいな、この子も乗せたい乗せたい、いやービーズの積み木は難しすぎるって。待って、この子がさ中級編なんだよ今回の今回の香水瓶、まだ上級編が残ってるんだよ。ここでこんなに苦戦するわけにはいかない。あ、ちょっと待ってよ、よし、ちょっとね整えてあげたら、よし、これもこっちの香水瓶も完成です。よし、最後最後ね、これね無理でしょうっていうことを言ってくるんですけどじゃあ最後はこのピンクの香水瓶作っていくんですけど、まずこの子を置きまして、この時点でねもう転がらないでほしいんだよ。結構ね鬼畜な要求をしてされているので、これね結構難しいはず。まずはこのピンクのビーズの上にこのね細長いシルバーのビーズを乗せる。この時点で結構きつい。あ、なんか入ってった。なんか入っちゃうんだけど穴の大きさにこれくらいかな、これくらい出せばいいかな。ちょっとバランス見ながら乗せて、でその次この半透明な感じのこのビーズを今乗せたシルバーのやつの上に乗せてあげたい。はい、乗ったね乗ったね、あー乗った。でこれだけでもだいぶ鬼畜なんだけど、この後ここのねシルバーの部分、このシルバーの細長いビーズの部分にこのリボンを巻いてリボン結びをしなきゃいけないのでちょっとね一旦この子乾くまで待ちたいと思います。じゃないと多分上の子もグラグラして落ちちゃうだろうし、こっちのねシルバーのビーズも多分下の方に落ちてっちゃったりとかすると思うので、ちょっとね時間を置いて、また1時間後ぐらいかな、余裕を持って待ってからやってみたいと思います。はい、じゃあいい加減固まったかな。あ、ちょっと今ミシって言ったけど、まあとりあえず大丈夫そうなのでちょっと余計なことしちゃったかな。これリボン結びしていきたいと思います。ただね、フリーで普通にしててもリボン結びそんなに得意じゃないので、いやこれ難しすぎると思うよし、ちょっとねちょっとこのリボンが固めなので、まずここで少し
肩結びの状態にしてからここにかぶせるといいかも。こうしてかぶせてあげて左右に引っ張る。あ、いい感じじゃない？で、こうしたらこれを、手でもリボン結びできないの。ちょっと待ってよ。これをリボン結びするように、できる？ちょっと待って。待って、作戦変更。作戦変更だ。まず、ここでリボン結びをしてしまって、後でキュッて絞るだけの状態にしてあげればいいんじゃない？そうすると、ここで、よいしょ。リボン結びを、よいしょ。できる？デコプリをここの結び目のところにつけてあげて、で、これをここにちょんとつけてあげれば簡単。はい、これで最後の香水瓶も完成です。今回の52号のドレッサーと、ね、ちょっと見づらいんだけど、トレー、それから53号のベース板と、あと香水瓶、完成しました！よかった！完成できた！いやね、まあ、ドレッサーの方は、ここのね、鏡のところのピンを刺すところが、まあ、ちょっと難しいというか大変だったんですけど、香水瓶を作った後だと、もうそれが可愛く思えてしまうほど、香水瓶はね、大変でした。もうね、この真ん中のとか、あとこのピンクのなんて、ビーズで積み木をするようなものなので、まあ、前回はね、そんなに難しい感じじゃなかったから、前回は感じなかったんですけど、いや、この二つビーズで積み木をするなんて本当に鬼畜なことをさせるなと思いました。アシュットさん、もう少しご容赦をお願いします。で、サリーはね、諦めちゃったんだけど、このね、リボンの部分、巻きつけて結んでっていうのは、ちょっとね、このリボン自体も結構張りがあって、なおさら難しいかなと感じたので、サリーはね、別個でリボン結びして、くっつけるっていう風にしてしまいました。でもね、結果的に、すごいね、可愛くリボン結びもできたから、良かったんじゃないかなと思っております。で、あと、注意なのが、このね、ベース板の表裏を間違えないように、サリーみたいに間違えないように、しっかり確認しないといけないかなと思いました。はい。じゃあ、それでは次回の54号が、またベース板とフォトフレームの組み立てってことなので、また次も54号と55号までやろうかなと思います。お楽しみに！はい、それでは今回も最後まで見てくださってありがとうございました。これまでのピーターラビットの世界イングリッシュガーデン&ハウスの動画は概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。そして皆さん、いつもいいね、評価やコメント本当にありがとうございます。いつも本当に励みになっております。はい、それではまた次回のピーターラビットの世界イングリッシュガーデン&ハウスの動画でお会いしましょう。サリーでした。バイバーイ。また見てねー。
嬉しい。